大型の台風14号は兵庫県全域を暴風域に巻き込みながら北東に進んでいます。台風の影響で兵庫県内でも被害が出ています。暴風域に入った姫路市では看板が折れ曲がり、ロープで縛るなど対応に追われていました。また歩いていた88歳の女性が風にあおられ転倒するなど2人がけがをしました。県内では高潮警報が発表されていて、特に播磨灘沿岸部では過去最も高い潮位に近づく恐れがあります。神戸地方気象台によりますと、姫路は午後7時13分が満潮時刻となっていて、このほか神戸や洲本でも台風の接近が満潮と重なるため特に警戒が必要です。交通機関にも影響が出ています。 JR 西日本は神戸線で午後6時ごろまでに全ての列車の運転を取りやめると発表していて、神戸駅では予定を早く切り上げ帰宅する人の姿が見られました。朝から2人でアルバイトやって、電車が止まる順番に上がっていく感じで今日は上がらせてもらいました。午後3時ぐらいに大体のお店も閉まりますし、電車も早く終わるということなので、ちょっと早めに、雨がひどくなる前に帰ります。 JR 西日本は明日の運転について、京阪神エリアで始発から運転を取りやめ、異常がないことが確認されてから運転を再開するとしています。神戸淡路鳴門自動車道では東浦インターチェンジから垂水ジャンクションの間の上り線と、伏せ畑ジャンクションから東浦インターチェンジ間の下り線などで通行止めとなっています。